こんばんは、まさ46494です。今回は、アテナ降臨に行きたいと思います。パーティーはパンドラパーティーで行きたいと思います。かなり久しぶりだな、アテナ降臨に挑むの。4回なんだね。挑戦する。はい、最初はギガンテスさんですね。2ターン。6、7、適当に。えい。60万ぐらいだから、まあ、サンドを使ってやつ消しで多分、いけるんじゃないかな。おそらくね。はい、1回突破で2回がクーリンで攻防魚なんで、まあ、ダメージを意識しながらやっていきます。とりあえず闇1コンボ、闇ね、はい、闇1コンボとまあ自分の属性のやつを適当に消していけば、消していけば大丈夫じゃねえかな。基本的に闇欠損するとめんどくさいんで。ハートにコンボして、あと全部闇などを消す感じです。まあ、次のターン倒せるんで。お亡くなりになった。次は、なんだっけ、この子の名前が今出てこない。ベルセルク？ジークフリートです。この子は攻撃しないと攻撃を仕掛けてこない。素晴らしいお方なので、スキルを貯めたいと思います。仁王立ち。あ、もう小石いいかな。ね、ちょっと、立ち仕事もなんだから。ちなみに、やつ消し1コンボでどれぐらい食らうかな。あれ、半分以上食らうかな。おう、はい、そんな怒んないでよっていう感じだけど、まあ。で、これで、OK。ラストアテナー。あ、落ちた。はい、ラストアテナでーす。確か次のターンで、ファーやってくるんで、まあ、あんま関係ないんだけど。結構適当なことになってな。多分これでワンパンだね。あ、ワンパンな感じに。はい、ということで、パンドラパーティーでアテナ降臨でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。まあ普通に別に闇染めでもなくても、まあいけると思います。はい。また引き続き2つの降臨チャレンジやっていきたいと思います。じゃあね。